はい、皆さんこんにちは。今日はスタジオワンセブンと、そして音源を操るMIDIのルーティングというのをお話ししていきたいと思います。初心者の方にはルーティングというのがとってもややこしい考え方で頭を悩ませる方も多いんです。というよりもルーティングそのものが分かっていないという方がおられるんです。でもルーティングというのを勉強したらとっても便利になっていくんです。今日はスタジオワンセブンが新しくなったので、以前にもこれによく似た動画は出したんですけれども、今回は改めてスタジオワンセブンでやっていきたいと思っています。今日はユージャムの音源なんかの扱いも出てきますし、皆さんの超人気シンセサイダーのアベンジャーというシンセサイダーも使います。あとはブラックフライデーなんかが来たら 2,3 万円のエクスパンドセットというのが多分1500円ぐらいで手に入るような、そんなキャンペーンも多分あると思いますので、まあそこらのいろんな音源を使って説明をしたいと思います。はい、上の方のトラックに3つ赤いトラックがあります。そして一番上にはMIDIのリージョンが入っています。このリージョンは上にあるコードトラックから引っ張り下ろしたものです。ですから例えばですけれども、4小節目の G があります。これをダブルクリックしますと G7 に変えようと思ったら、この7を押せば上は G7 になります。そしてここもちょっと変えてみようとか思ったら、これをそうですね、 Am に変更しましょうか。7入れてもいいですね。このように変えたら、これを一旦消してですね、そして上からこのコードトラックを下に引っ張りますとコードが入るわけです。なぜコードをこのようにして入れるかというのは、この第一トラックには何が入っているんでしょうか。ここは前から僕の動画を見てくれた人は、ああそういえば村長そんなの言ってたなみたいに思ってくれるかもわかりませんが、ここにはプラグインブティックで無料でもらえるMIDIポリッシャーというソフトが入れてあるんです。これはMIDIのルーティングをするもので、例えばキーレンジというのありますよね。ここをプラスを押していくと、はい、左の方に赤いのが出てきます。ここに来るような音は全部通さないよ、いわゆるこのMIDIポリッシャーが通せんぼしてくれるわけですね。ですから音が来ても流さないとかいうような設定もできるんですけれども、今日はそういう難しいことはやりません。ここではトランスポーズが0というふうになっていて、入れただけというふうになっています。次にも同じMIDIポリッシャーが入っているんです。でもここはちょっと違うのは、トランスポーズが12というふうになっていまして、オクターブ上に入ってきた音を自動的に上げてくれるという機能なんです。例えば C3 の領域の和音が入ってきたら、 C4 の領域の和音として出力してくれるというような、勝手にオクターブを変えてくれるようになるんです。そしてもう一つは、今度はオクターブ下です。三つ目はこれをオクターブ下にします。ですからここにはマイナス12というふうになっています。ですから真ん中ぐらいの音、そしてオクターブ上、オクターブ下というような設定をしてあるわけです。ただ設定をしただけではいけません。ここがルーティングの難しいところなんです。例えばこのトラックを見ます。左側にインというふうに書いてあります。この今のトラックにはMIDIの音がないわけですから、MIDIを上側のトラックから引っ張らないといけません。ですからここはインは
一番上の今ミディが入っているトラックです。これを設定します。アウトはそのままミディポリッシャーの2番、いわゆる自分自身、そこから出力していきます。今度はそれと同じく3つ目のトラックは、インは一番上のミディが入っているトラックです。先ほどと一緒ですね。そしてアウトは自分自身の3番目、ここから出るようになるわけです。ここまでいいでしょうか？ここまでわからなかったら戻ってくださいね。ここからが本当に音を鳴らすところなんです。すごく重要ですから、ここまでとここから先というのをセクションとして考えてください。じゃあここから音を鳴らしていきます。ここにはユージャムのボーグというピアノがあります。このピアノもとってもよくできていて、ミディは上側のミディポリッシャーの中に全音符ですね、1小節に1つの音符しか入っていません。いわゆるジャーンという全音符が入っています。それでボーグに指定しても、ボーグは他のユージャムのソフトと同じようにピアノフレーズを弾いてくれます。ですからボーグの設定はどうするかというと、ミディが欲しいわけですから、ここにちょっと低めのミディポリッシャー3から出てきたミディを使いましょうというふうに設定しています。アウトは今度は自分自身、バーチャルピアニストから音を出しますというふうに設定をしています。はい、ここまでいいですか？2つのインとアウトを設定しないといけないということです。そしてそれでも音が鳴らないときあります。このモニタースイッチを入れていないときです。もちろんここにもモニタースイッチを入れるべきですが、一番上だけはモニタースイッチがいりません。でも下2つにはモニタースイッチがいります。そしてこの防具にもいります。なぜならこれ再生してみましょう。これでは音が鳴りません。なりませんね。はい、このモニタースイッチをオンにすると、これで防具が鳴ります。はい、このようになりますし、今日は防具の説明ではないですので簡単に説明しておきますが、フレーズをここで変えるとですね、いろんな弾き方ができるようになります。はい、次の弾き方やってみましょう。いろいろ変えていきます。はい、こうやってボーグではいろんな音を変えれますし、ボーグのとっても素晴らしいところは、ピアノというのは手数といって、単にジャンジャンジャンと伴奏するだけでなく、その伴奏をなるべくリズムを刻むと言ったらいいんでしょうか。それがここでできるようになっています。はい、今動かすのわかるでしょうか。これですね。これを上に上げると手数が多くなります。一回やってみましょう。これはMIDIキーボードをつないである方であれば、キーボードからもできたりするんですけれども、まあ今日は皆さんに分かりやすくこうやってマウスで動かします。じゃあ鳴らしながらやりますね。上上げます。下に下げます。
バリエーションはここで変えます。はい、そして低音高音はこれもっと高いところで鳴らします。はい、こんな便利なことができるバーチャルピアニストです。ここからです。一つのミディトラックがあるだけでミディポリッシャーをうまく使ってオクターブ上、オクターブ下をルーティングさせるとこのように次の楽器、ユージャムさんのスパークルというギターですが、ここでチェックを入れて、今度はオクターブはどこを使いましょうかということで、オクターブ下のデータを使います。じゃあこれで鳴らしてみましょう。はい、このようにギターと一緒に鳴らせましたが、ギターもフレーズを変えていきましょう。はい、こんな風にフレーズが変えれますね。次はエクスパンド2です。これもですね、もうたくさんの何千と言ったらいいでしょうか、フレーズと音色が入っているんですけれども、これをオンにします。はい、これは標準のオクターブ、いわゆる真ん中のオクターブですね。これを採用しています。鳴らしてみます。今度は低いところで鳴らしてみます。はい、今度はみんな憧れの VPS アベンジャーです。アベンジャーというのはものすごくたくさんの使える音源が入っていまして、数え切れないような音源がありますが、さらにここにですね、拡張音源とかいうのを入れたりすると、またまたたくさんの音が使えるんです。そしてシンセサイダーなんですけれども、プリセットを選ぶだけで初心者の人でもいい音が鳴らせるという魔法のようなシンセサイダーです。じゃあこれを追加してみましょう。ちょっと他切ってみます。違うパターンを選んでみます。はい、ギターのバッキングのような音になりましたね。このシーケンスというのを選ぶとまた面白いものが出てきます。今度はパッド系、
今度はベースを入れます。ベースのフレーズ変えてみます。ちょっとミキシングしてみます。はい、どうでしょうか。これのいいところというのは、上の一つのミディ、これを変えるだけで全部できるということです。ここらをもっと違うようなコードにしてみましょう。はい、こうやって変えるだけです。変えたら上から下にするとかいうこともできますし、このようにしておいて、そしてこれを移調するということもできます。今ですね、コードをトランスポーズというのがあります。いくつ上げたりするかということで3つ上げましょう。するとコードが全く変わりましたよね。それが変われば、ここを一旦削除して、そして上からこのように引っ張ると。そうするだけで違うコードにできて、他は全く触る必要がないということです。音域が変わっただけでイメージが変わりますよね。はい、こんな感じなことが一つのトラックだけ変えるだけでできるということで、このミディのルーティングというのをぜひとも覚えてください。まあ、今回はスタジオ17でお話をしましたが、基本的にはほとんどの DAW でこういうふうにミディのルーティングというのもできますし、もちろんミディポリッシャーは無料でダウンロードができます。ダウンロード先などは概要欄に貼っておきます。今日はミディルーティングということをお話しさせていただいて、またUJAMのいろんな便利音源ですね。この辺のところも皆さんにご紹介させていただきました。ではまたねー。